はい、皆さんこんにちは、しなたんです。と今回は久しぶりに購入品を紹介していこうと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。最近ね、大阪に旅行に行って、その時に買ったものとか、最近まあその購入したものをいくつかご紹介していこうと思います。はい、まず一つ目が今つけてるこのイヤリングなんですけど、これはじゃん、こちらギャレリーっていうところで買いました。これは大阪にあるセレクトインポートショップで、おしゃれな洋服とかアクセサリーとかが結構置いているので私好きなんですけど、そうこの前大阪にね、ちょっと旅行、プチ旅行に行ってきたので、その時に購入してきました。はい、こんな感じでね、結構大きめのデザインになっていて、なんか別光柄みたいになっています。でね、私はブラウンをチョイスしました。もう一つね、赤もあって、赤も可愛いなと思ったんですけど、大人っぽい感じがいいなと思って、ブラウンは、はい、なのでブラウンを買ってきました。で、同じところでもう一つイヤリングを買ってきたんですけど、じゃん、こちらになります。黄色がね、アクセントになった春っぽい感じのイヤリングを購入してきました。はい、つけてみるとこんな感じです。結構ね、可愛いですよね。これも大ぶりになっていて、この黄色のストーンがめちゃくちゃ可愛いなと思って買ってきました。黄色のストーンがあることで、これにもうインパクトがあるので、シンプルな服の時とかにも使えそうだなと思います。はい、こんな感じで、すごい可愛くないですかこれ。やっぱり私大ぶりのイヤリングが好きなので、こういうのもね、ちょっと目がいっちゃうんですけど、で私は大阪のアメ村のギャレリーに行って、でそこの2階に結構ねセール商品がバーって置いてあって、その中で見つけて購入したんですけど、 50% オフになっていて、でこっちが2500円の 50% オフのプラスデーで、こっちのねブラウンのフープのイヤリングの方は3200円の半額のプラスデーでした。どっちもすごいお得に買えたし、すごい私がドツボなデザインだったので、はい、もう大満足です。はい、では続いて、じゃん、こちらベルシカで購入してきたものを紹介していきたいと思います。今回もね、安定にセール商品なんですけど、じゃん、こちらちょっとね、もう春っていうか夏ですかね、春通り越して夏ぐらいの半袖なんですけど、シャツを購入してきました。でちょっとこんな感じでね、花柄の刺繍がしてあって、で袖がねふわふわしてる感じになっているので、すっごい腕が細く見えて華奢に見えるので、めちゃめちゃ可愛いなと思って買ってきました。これ花柄があることでね、すごいインパクトがあって、めちゃめちゃ可愛いなと思います。定番にこれにねデニムとか合わせて着たいなと思って買ってきました。でこれがですね、もうサイズが XS しかなくて、ちょっと私いつも S か M を着てるので、 XS どうなんだろうなと思ったんですけど、まあちょっとねちっちゃい気もするんですけど、まあ、ここがねヒラヒラしてる分、まあ、そんなにちっちゃさは気にならないかなという気がします。でこれが元が3990円なんですけど、セールで690円になってました。もう可愛いですよねこれ。本当に人気なのか、 XS しかなかったし、気になった方はぜひお早めにベルシカチェックしてみてください。はい、でもう一つの袋を開けていきます。はい、もう一つはこちら靴でございます。こんな感じのちょっとね、まあ、低めのヒールなんですけど、先がとんがってるヒールになっていて、でかかとの部分がめちゃめちゃ可愛くて、これリボンをね足に結びつける感じになっています。ちょっと結び方が分からなくて、今人にこんな感じで履いているんですけど、まあ多分これで正解なのかなという気がします。ちょっとこれ履き方してる方いたら、よかったら教えていただけると嬉しいです。はい、こんな感じでめちゃめちゃ可愛くないですか。この後ろのリボンがインパクトになっていて、なかなか見ないデザインだったので、すごい可愛いなと思って買いました。でこれもねすごい驚きの値段になっていて、元が4990円なんですけど、セールで790円になってました。790円ですよこれ安くないですか。めちゃめちゃパンプスだから、これから春夏とか全然履けるし、すごくいいなと思って買ってきました。はい、めちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。はい、続いてはこちら、じゃん、フォーエバー21です。安定にフォーエバー21で買ったものを紹介していきます。じゃん、こちらになります。今流行りのって感じですよね。今流行りのドットのパンツをゲットしました。こちらサイズが S サイズで、お値段が2290円プラス税です。はい、もう本当に今大ブームですかね。結構流行ってますよね。水玉 GU とかでも似たような出てると思うんですけど、 GU のやつはスカートかワイドパンツだったかな、
私ワイドパンツもすごい可愛くて、いろんな方が着てるの見ていいなと思ってたんですけど、こういうねちょっと先にかけてすぼまってるようなテーパードパンツっていうんですか、テーパードパンツっぽい形のドット柄のパンツ履いてる人あんまり見かけなかったので、私はちょっとこっちを選んでみました。でもねワイドパンツも後々欲しくなりそうなんですけど、とりあえずこのパンツを買ってきました。まあね、ちょっと一見形的にもパジャマっぽくなっちゃうかなとは思ったんですけど、まあ上とかをねちょっとなんかなんて言うんだろうな、黒とかで統一して合わせてかっこよく着てみたりとか、下にヒールとか合わせたら、さっきのヒールとかもそうですけど、ヒールとか合わせてみたら意外といけるんじゃないかなと思って今回購入してきました。本当にねゆったりしてるし、このウエストがねゴムなのですごく履きやすくておすすめです。はい、そしてラストがこちらです。じゃん、H&M、 もう安定ですね。はい、で H&M で購入したのがじゃーん、こちらです。このねブルーのニットなんですけど、このブルーの色合いがめっちゃ綺麗で、画面で伝わるかな、ちょっと画面と色が違うんだよな、でも本当に綺麗な色味 で袖もちょっとこんな感じでゆったりしてる感じになっています。でこれもねまたまたセールだったんですけど、元が3999円でセールで2000円になってました。でサイズがもう L しかなくて、私本当は M か S が良かったんですけど、まあ、L でもねゆったり着れたらいいかなと思って買ってきました。もう色味がとにかく可愛くって、この色味は私持ってなかったので、そうね、今季はブルーとか水色とかも気になっているので、はい、買ってきました。結構大きめのニットなので、これをダボって着てあげるのが可愛いかなという気がします。はい、というわけで私がね最近購入した購入品をご紹介しました。もう本当にもうそろそろ春物にどんどんシフトチェンジしていかないといけないなと思っていろいろ見てるんですけど、新作ももちろんね可愛いからいいんですけど、セール商品とかで流行りのものを見つけたりとか、今季使えるものを見つけてみたりとかしてみるのもいいんじゃないかなと思います。というわけで少しでも参考になったらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。